ボブ・バファート、ボブ・バファートは、アメリカ合衆国の調教師、及び馬種、4度のリーディングトレーナーに輝き、2009年には、殿堂入りを果たした。アリゾナ州のガレスの牛や鳥の畜産牧場の、出身でアリゾナ大学で、競馬運営を学び、理学士の学位を得て卒業した。アリゾナ州、リリートパーク競馬場のクォーターホースの調教師として、競馬界に入り、 1983年にカリフォルニア州ロスアラミトス競馬場へと拠点を移した。クォーターフォース最大レースであるチャンピオン・オブ・チャンピオンズをゴールドコースト・エクスプレス、ショーニーズ・フェイバリットで制している。1991年より平地競馬用サラブレットの調教を始めると、翌年にはサーティースルーズでブリーダーズ・カップ・スプリントを制して G1 初制覇。 2015年にはアメリカンファラオでアメリカクラシック三冠を達成した。アメリカクラシック競争は15度制覇しており、ウェイン・ルーカスの14度を超える最多記録となっている。その他にも14度のブリーダーズカップ競争制覇、3度のドバイワールドカップ優勝を手にしている。これらの成果から現在までに4回のアメリカリーディングトレーナーの座に輝き、 1997年から1999年の間には3年連続でエクリプス賞最優秀長教師にも選出された。2007年6月30日よりカリフォルニア橋会の取締役として就任している。また、同年にはローンスターパーク競馬場より同競馬場の伝道長教師として選出され、その後の2009年2月25日には、 アメリカ競馬名誉の電動博物館から電動入り選考のノミネートされたことが発表された。それからしばらくした4月19日にバファーとのアメリカ電動入りが正式に発表された。ありがとうございます。